はい、ストーム4の、キャラクターの、攻撃や技、忍術ですね。は、どう発想されてますか？例えば、タユヤの攻撃はとてもタユヤらしいし、とても多様性のあるキャラクターです。ということで、お褒めいただきありがとうございます。はい、漫画原作がね、元にあるものっていうのは、これも本当、ナルトに限らず、ジョジョもそうですし、ドラゴンボールもそうですし、なんなら今作ってる鬼滅の刃もそうですけども、当たり前ですけど、主人公とそのライバルは、作中でいっぱい描かれてるんですよ。なので、大活躍してるので、技はいっぱいあります。けど、例えばね、今ここに書かれてたように、タユヤなんかは、まあ言うと、作中でね、ちゃんと戦ってるのって言うと、一回しかないんですよね。鹿丸と戦った時なんですけども、やっぱり、こう、そんなに技が潤沢にあるわけではないので、我々は、どのキャラクターも平等に、キャラクターのモーションリストや忍術っていうのを、設定して作るんですけども、やっぱり足りないんですね。原作の、まあ、技が。なので、それは、我々の方で、きっと、このキャラクターだったら、こういった術も使うんじゃないかなとか、こういうアクションをきっとするんじゃないかなっていう、その、キャラクターの性格だったり、まあ、これまでの言動や、まあ、原作の中での行動ですね。そこから我々の方で妄想をして、リストを作って、版権元ですね。テレビアニメだったら、スタジオピエロさんだったり、まあ、テレビ東京。あと、集英社。まあ、引いては、最終的にはね、内容に応じて、岸本正先生に、監修をいただいて、まあ、このキャラクターだったら、こういうことやってもいいですよ、とか、こういうのちょっとやりすぎですね、とかっていうのを、監修を受けまして、まあ、原作のイメージを損なうことがないように、まあ、知恵を絞って作らせていただいていると、いうことですね。まあ、これはもう、どんな、漫画原作、アニメ原作だったとしても、必ずそういったキャラクターのね、まあ、原作のその、まあ、ストックといいますか、これの量はもうバラッバラなので、間はどうしてもやっぱ埋めていくしかないですね。作り手の方の、妄想力ですね。山中井戸なんてもうほとんどあんま作中では戦ってないし、花屋の娘やからってことで花を使うようなね、アクションをやったりとか、作中ではほとんどやってないですからね。なので結構こう、ゲームとしての特色が出るような、ゲームバランスと、そのキャラクターのらしさ。まあこれらをいつも、こう、ああでもない、こうでもないと、スタッフと一緒にね、考えながら作ってるっていう。まあ、これがね、楽しい瞬間でもあり、やっぱね、原作者さんから、ちょっとこれ違うんじゃないって言われると、あ、そうですか、すいませんっていう。まあ、このやりとりもね、なんかこう、楽しかったりもするんで、はい。まあ、これからはね、いろいろ、まあ、我々はゲームクリエイターですから、そのキャラクターをゲームの中に落とし込むときには、こういう遊び方、やりたいだろうなっていうのをね、なるだけ期待に応えられるように、頑張っていきたいなと思いますんで、引き続き応援、よろしくお願いします。では、また。